ですね、うん、これなんですけれども、はい、皆さんね、あのラブライブの公式さんのツイッターをちょっと遡っていただくと、うん、そこにも載ってるんですけど、オフショット、そうそうそう、うん、まこちゃんのオフショットが載っておりまして、まあ、その中のこうなんていうんですか、もう、ね、全部可愛いんですけれども、あの光、太陽の光がパッて当たってなこさんが横顔向いて、あのなんかこう腕が肩がチラッと見えてるお写真がございますんですよ。それをね、りーちゃんがあのレッスンの休憩ってか、もう終わった時かな、うん、終わった時、着替える時に、うん、あの見つけましてあのそれをね、ずっと自分のスマホにこう拡大してあのつけてるんですよ、スマホで、うん、あのなんかりーちゃん、その中たくさん可愛い写真がある中で、その写真が特にお気に刺さったみたいで、自分にずっとね、あの小声でこれは俺の夢だ、これは俺の夢だって言いながらそんなにずっと着替えてんのそうで、あのでもずっと小声で言ってるからさ、私も隣にいたんだけど、うん、え、何何みたいな、うん、でもなこたんも隣にいるわけよ。そう、私いるのよ。そう、いんのよ。そう、いないとこじゃないのよ、うん、で、え、何みたいな、でももうずっと言うと、これ本当に私のタイプでこれマジで俺の夢なんすよ本当？そう、私に直接さ、なこ、なこ、見て、嫁マジで好き、ね、全部2文字、そう、見て、なこ、これ、俺、嫁っていう、着替えてる時もさ